我が子もそろそろ中学受験を考える年齢になった。我が子が急に中学受験をしたいと言い出した。そんな方にはぜひ私の YouTube 動画を見ていただければと言いたいところなんですけど、私のチャンネルには200本近い動画があって、どの動画から見ればいいかわからない、そんな方もいらっしゃるかと思います。そこでこれまでの動画の中から、とりあえずこれを見てもらえれば中学受験のことがわかるという動画を書籍用に原稿を書き直して、この度私の14冊目の書籍となる中学受験の始め方という本が KADOKAWA から3月に発売されることになって、 Amazon での予約がスタートしました。今回はそんな書籍、中学受験の始め方から、我が子に中学受験をさせるなら始めたいことを絞りに絞って5つ紹介します。この動画を最後まで見ていただければ、中学受験に臨むにあたってこれから何をすればいいのかがわかります。では行きましょう。我が子に中学受験をさせるなら親が始めること5選、その1は学習習慣と基礎学力を身につけさせることです。学習習慣と基礎学力、いきなり当たり前のことを聞かされて、そんなことは分かっているから、もっと中学入試に役立つ問題集を教えてよという声が聞こえそうで、実際そのようなご質問をよくいただくのですが、あえて言います。中学受験をすることになったからといって、中学受験用の問題集を変え与えるよりも、まずは1日1時間、いや30分、いや10分でも毎日勉強する習慣を身につけることです。中学受験を目指すこと、その親御さんの何が大変かって、塾の宿題と復習をやりこなすことなんですよね。塾の宿題は学校の宿題ほどすぐには終わらないですし、小学校で学校の授業の復習をする習慣がある子なんてまずいません。それなのに塾に入った途端、みんな毎回の宿題と授業の復習に追われることになるんです。塾に入る前から少しでもいいから、毎日学校の宿題以外の勉強する習慣を身につけておくと、塾に入ってからの勉強量の急激な変化への戸惑いが少なくなります。学習習慣を身につけるのが大事なのは分かったけど、それでは毎日学校以外の勉強というのは何をすればいいのかというと、学校の勉強内容の復習です。1年生なら1年生の、2年生なら2年生の、3年生なら3年生の漢字は全て正確に書けるようになっているでしょうか。1年生なら2桁までの足し算引き算、2年生なら3桁までの足し算引き算と九九、3年生なら2年生までの内容と割り算はもうバッチリでしょうか。学校のテストではケアレスミスがたまにあったとしても基本的に満点を取れているでしょうか。もしまだ学校の勉強内容の定着が不十分だったら、中学入試に備えた問題集を買ってきてやらせるのは、ハウスバーモンドカレーを作ったことがないのにいきなりカシミールカレー作りに挑戦するようなもので無理があります。中学入試用の問題集を買うくらいであれば、書店にあるこういう薄いドリルが平積みされているコーナーで売られているポケモン図鑑ドリルのようなドリルや、苦手な分野が分かっているんだったら、こういうミニサイズのクモンの苦手退治ドリルで、小1だったら繰り上がる足し算、繰り下がる引き算、小2だったら2桁の足し算引き算、小3だったら時刻と時間、繰り上がりのある掛け算を取り組ませたり、ネットで無料でダウンロードできるチビムスドリル、教材置き場 .com などをプリントアウトしてお子さんに取り組ませることから始めましょう。中学受験専門塾って、特に大手の塾は学習習慣や基礎学力を手取り足取り身につけてくれるところではないんですよね。基礎学力があるという前提でカリキュラムが進んでいきます。昨日までプリキュア見たりおしり探偵を読んで笑っていた子が、急に約数倍数非就職関係光合成に県庁所在地などを勉強することになるんです。塾に入ったからといって自動的に受験モードに切り替わるなんてことはないですからね。入塾前に学習習慣と基礎学力を身につけておきましょう。小3の2月塾では新生用になるタイミングで、お子さん連れのお母様が、この子を女子学院に入れたいんですなどと言いながら塾にいらっしゃって、御三家の名前出すくらいだから相当できる子かなと思って、その子の入塾テストを採点すると、あれ、学校で習ったはずの問題も全然できていない。その事実をお母様にお伝えすると、え、じゃあうちの子に女子学院は無理っていうことですかと詰め寄られる、なんてことは塾講師あるあるです。上を目指すのはいいですけど、受験するのは親ではなく我が子という当たり前の事実を受け入れて、まずは足元を固めましょう。足元が固まらなかったら、中学受験勉強をスタートするのはまだ早いということです。教育は急がば回れです。中学受験は早く始めればいいというものではありません。次いきます。我が子に中学受験をさせるなら親が始めること5選、その2は中学受験の基礎知識を身につけることです。突然ですが、
お化け屋敷は好きですか？それ系は苦手という人は少なくないと思います。作り物とはいえ、得体の知れないものが暗闇から突然現れて平常心でいられる人はいません。ではお化け屋敷の中が照明で照らされて、どこにどんな仕掛けがあるかを記された設計図を渡されたとしたらどうでしょうか。お化け屋敷が好きな人はしらけてしまうし、怖がっている人は冷静に屋敷の中を歩けるようになるのではないでしょうか。中学受験もお化け屋敷と同じようなことが言います。中学受験のことをよく分かっていない方は、中学受験は親子ともに大変という話は聞いて知っていても、何がどう大変なのかは具体的には分からず、得体の知れない不安があるかと思います。そして実際中学受験は場合によっては作り物のお化け屋敷以上にホラーになりかねない世界です。中学受験の世界に足を踏み入れたばかりに不幸になる家庭は珍しくないですからね。でも中学受験とはどういうものかをあらかじめ理解しておけば、そういうものだよねと冷静に受け止めることができます。中学受験で起こる大変なことや悩みには次のようなものがあります。我が子がやる気を出さない、我が子の成績の低迷、経済的な負担、塾の授業内容の消化不良、親子関係、夫婦関係の悪化、通っている塾への不信感、これらの悩みにこれから中学受験の世界に足を踏み入れるご家庭も直面するかもしれません。でもどういう時期にどういう状況でどのような悩みが生まれて、その悩みを解決するためにはどのような選択肢があるのかをあらかじめ知っておけば、どの選択肢を選ぶか迷うことにはなってもパニックになったり無駄に悩んだりすることはなくなります。そこで我が子の中学受験を考えたら、我が子には基礎学力をつけていくのと並行して、親は中学受験の基礎知識を身につけていただきたいんですよね。と今お話したことは、中学受験の始め方の始めにの冒頭部分なんですけど、この本の出版を3月まで待って読んでいただくのもいいですし、中学受験塾プレックスの代表であり首都圏模試センターの中学受験サポーターとしても、中学校と受験生の橋渡しとなる情報を提供している渋田孝之先生が出版されているこちらの本、2万人の受験生親子を合格に導いたプロ講師の後悔しない中学受験100、親が知っておきたいことできることという、換気出版から出版されている本もとてもおすすめです。渋田先生は私の受験指導仲間というか、私が勝手に慕っている大先輩の一人で、国語の専門家であること、長年大手学習塾に勤めていらっしゃったこと、そして世界60カ国以上も行っているという旅好きで、指導経験も旅経験も私よりはるか上の先生です。私の出版予定の本と渋田先生の本の Amazon の URL リンクを概要欄に貼っておきますね。次いきます。我が子に中学受験をさせるなら親が始めること5選、その3は家族会議をすることです。中学受験の世界に足を踏み入れると、親子での衝突、夫婦での衝突が起こるか、どちらかが我慢し続けて冷戦状態になるケースが多いんです。子供は中学受験勉強の大変さを知らないんで、受験したいって安易に言うものですし、夫婦それぞれの教育観は自分が子供の頃どう勉強に向き合ってきたかという個人的な経験に大きく左右されるので、例えば地方で生まれ育って中学受験とは無縁の小学校生活を送って、高校まで公立出身で推薦で大学に入ったパパと、都内で生まれ育って私立中学受験も大学受験もしたママとでは、教育観に少なからぬギャップがあります。我が子が中学受験に向かわなければ、そんな夫婦の教育観のギャップは浮き彫りにならなかったかもしれません。でも我が子が中学受験に向かうことで、夫婦の教育観が浮き彫りになって衝突することになるんです。私は両親ともに我が子の偏差値を上げることに躍起になっているよりも、夫婦のどちらかは我が子の受験に対して熱心で、もう一方は受験に対して冷めているくらいの方が、子供からすると価値観の広がりにつながるとも言えるのでいいと思ってるんですよね。とはいえ、中学受験をきっかけに夫婦間、親子間が険悪になってしまうのは避けたいでしょうから、我が子が中学受験に向かうのなら、どんな学校を目指すのか、今通っている習い事はいつまで続けるのか、どんなスタンスで中学受験に臨むのか、このようなことを、本格的な中学受験勉強が始まってお互いの心の余裕がなくなる前に家族で話し合っておくことをお勧めします。特にどんなスタンスで中学受験に臨むのかということを、ご家族である程度意思統一しておくことが大事で、この考えがご家族でギャップが大きいと、ただでさえメンタルがすり減りがちな中学受験において精神的な負担がさらに増します。
もちろん中学受験勉強を始めて見ないことにはわからないことばかりでしょうから、家族で話し合うといっても何かを一つ一つ決めていくことなんてことはしなくてもいいです。家族同士お互いが現時点ではどう考えているかを確認し合って、とりあえず今のところの方向性を緩く共有し合えればそれで十分ですからね。家族会議は1回だけじゃなくて、学期の始まりや終わり、進級のタイミングで折に触れて何回も重ねていくことをお勧めします。そうしないと、それまで全く子供の受験勉強に口を出さなかったパパが受験直前になって急に口を出すようになって、偏差値60以上の学校しか受けさせないからな、なんて言ってくるというのは毎年よくあるご相談です。次いきます。我が子に中学受験をさせるなら親が始めること5選、その4は家計のシミュレートをすることです。中学受験にはお金がかかるというのはなんとなく分かってはいても、では具体的にどれくらいかかるかというと、これから我が子を中学受験に向かわせる多くの方はあまりよく把握できていないと思います。これまで私が配信してきた動画でも、中学受験の始め方でも再三お伝えしていますけれども、教育費は塾の月謝だけではありません。大手進学塾の小2から小6の月謝の目安は学年かける1万円程度、小3だったら月約3万円、小6だったら月約6万円というイメージですけど、塾に払うお金は毎月の月謝だけじゃないんですよね。夏期講習などの季節講習会の費用、夏期合宿や正月特訓、特定の学校別入試対策授業をはじめとしたオプション費用、模試の費用などが月謝に加えてかかってきます。テキスト代が月謝に含まれている塾であっても、辞書や地図帳、地球儀など別途買う必要が出てきますし、通塾に電車やバスを使う場合にはその交通費もかかります。雨の日や車で送迎できない時はタクシーを使うことがあるかもしれません。先月に配信した小6受験生ママ宮村優子さん、エヴァンゲリオン飛鳥役声優質問回答という動画の出演をしていただいた宮村優子さんの息子さんは、家で勉強すると集中が続かないということで喫茶店で勉強しているそうで、もうそうなると毎回カフェオレの費用もかかっています。受験は学習環境を整えるのにお金がかかってくるんです。学年が上がってくると親は塾のサポートをしきれなくなって、個別指導塾や家庭教師にメインで通っている塾のサポートを外注するご家庭も多いです。個別指導塾では成績が上がらないと、もう少し授業のコマを増やしませんかと受講授業数を増やすことを提案してきます。塾にお金を払うほど成績も上がっていくわけではありません。小6の後半からは出費が加速していくことになりますから、それまではスタディサプリやリシャであれば中学生向けの映像授業トライイットが中学受験用としても使えて、しかも無料ですし、先ほど紹介したチビムスドリルや教材置き場 .com なども活用して出費を抑えていきたいですね。それでは次。我が子に中学受験をさせるなら親が始めること5選、その後に行く前にお知らせを入れさせてください。私は会員の方からのご質問に対して音声と文章で毎日回答を配信する保護者のための中学受験3分メソッドという月額サービスを運営して3年目になりました。 YouTube の動画よりも掘り下げた内容で個別具体のアドバイス回答をしています。会員の方からの最近のご質問はこんな感じです。お子さんの中学受験サポートをしている他の方がどんな悩みや疑問を抱えていて、それに対して私がどんな回答をするか、または自分も相談したいという方は、まずは概要欄で紹介している URL リンク先のページをチェックしてもらえたらと思います。それでは我が子に中学受験をさせるなら親が始めること5選、その5の発表です。我が子に中学受験をさせるなら親が始めること5選、その5は塾選びです。中学受験がうまくいくかどうかは半分以上は塾選びにかかってるんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですよね。塾、先生との相性によって勉強は面白くもなるし苦痛にもなりますからね。相性が大事なんです。どんな子にもおすすめできる最高の塾というのはありません。先日小学2年生のお子さんをお持ちの3分メソッドの会員の方から、塾選びについてサピックスが合格実績からも有力候補ですというメッセージをいただいたんですけど、このような考え方で塾を選ぶ方多いんですよね。合格実績で塾を選ぶのはお相手の稼ぎで結婚相手を決めるようなものです。いくらお相手のスペックが高くても価値観が合わなければお別れすることになります。塾も一緒です。いくら高い合格実績を出していても塾の授業についていけなければ塾を生かすことができず、成績は下がり続け、やがて退塾することになりかねません。塾を退塾する手続きは簡単ですけど、授業についていけなくて退塾すると子どもの自己肯定感が下がりかねません。できれば最初に入塾した塾で受験までお世話になりたいでしょうから、塾選びは我が子の学力とやる気、特性に合った塾を選びたいです。
塾の授業のレベルのイメージについて、首都圏の塾をレベルの高い順にざっくりと上から上げていくと、エルカミノ、グノーブル、サピックス、四谷大塚と早稲田アカデミー、関東圏日野圏、本部系日野圏、関西の塾だったら浜学園と望み学園、馬淵教室、関西日野圏、農会センターといったイメージです。この授業レベルの高さというのは指導力の高さとイコールではありません。勉強ができる子をもっとできるようにする指導と、勉強が得意ではない子をできるようにする指導に優劣はないからです。塾を合格実績で選ぶのもお勧めできません。授業レベルの高さは合格実績に比例しますが、合格実績の高い塾にはもともと学力の高い子が入ってきますし、サピックスやグノーブルや浜学園などの塾は宿題チェックや生徒の学習フォローなど面倒見の良さは売りにはしていません。そこでそのような塾に我が子を通わせているご家庭は個別指導や家庭教師を併用することが多くて、高い合格実績を出している塾はその合格実績の一端を個別指導の講師や家庭教師が担っています。合格実績はその塾だけの指導の賜物というわけではないということです。合格実績のからくりについてもっと詳しく知りたいという方はこちらの動画、知らないと騙される学習塾が公開する合格実績の真実トップ5を見ていただけたらと思います。塾は我が子の学力とやる気、特性を出発点にして授業のレベル感、指導方針、カラーを総合的に検討して選びましょう。塾のカラーなんてよくわからないよという場合は、首都圏の方は私が以前配信したこちらの動画、2023年版中学受験塾比較、四谷大塚、日野圏、早稲田、サピックス、グノーブル。関西圏の方は中学受験比較、浜学園、望み学園、馬淵教室、日野圏、関西の動画を見ていただければイメージが湧くかと思います。ということで、今回は我が子に中学受験をさせるなら親が始めること5選を紹介しました。我が子に中学受験をさせるなら親が始めること5選、その1は学習習慣と基礎学力を身につけさせること、その2は中学受験の基礎知識を身につけること、その3は家族会議をすること、その4は家計のシミュレートをすること、その5は塾選びでした。最後に中学受験の始め方の終わりににも書いた中学受験の必勝法を紹介します。中学受験の必勝法は第一望考合格をゴールにしないことです。第一望考に合格できる子は3人に1人、入塾当初に憧れていた学校に入学できる子なんて10人に1人いるかどうかも分かりません。そこで第一望考合格をゴールにするのではなくて、受験勉強を通じて知らなかったことを知る面白さを味わったり、知識が増えると面白く思えることが増えたり、学校とは別の世界があることを体感したり、家族の絆が強くなったりすることに価値を見出すと、模試の順位や偏差値にとらわれなくなります。いや、そうは言ってもちろんなかなか勉強しない、そう思われる方もいることでしょう。それは勉強を教材で取り組むものだと考えているからです。もちろんいずれ教材中心の勉強になります。でもまだ幼い小学生のこの勉強は机に向き合うだけではありません。親子の会話も勉強になりますし、家事を手伝ったり出かけたり、自然を観察したり、 YouTube のテロップを見るのでさえ勉強になります。家から駅まで歩いて何メートル、何分かかるんだろうと親子で距離や時間を当てっこするとか、まだ時計の見方がおぼつかなかったら駅のホームで時計を見つけるために指さして今何時などと質問してみる。このような日常と結びついた具体的な体験を子供にさせることで、それが後の机上の勉強の理解につながっていきます。具体的な体験は面白いんです。勉強を面白くする工夫は日常にいくらでもあります。日常の体験からゲーム感覚で学ばせる工夫をすることで、子供は勉強の面白さにハマっていきます。勉強の面白さを知れば、入試の結果に関わらず中学受験勉強をした意味があるというものです。勉強の面白さを知った子は将来どんな進路を歩むにしても、きっと自分を生かした人生を送れるはずですからね。私はこれからも子供たちがより面白がって勉強に取り組めるようになるためのアプローチ、受験勉強の方法、進路、塾活用などのヒントを時期に合わせた内容を中心に配信していきます。時間がある時にまだ見ていないこのチャンネルの他の動画をチェックしようと思ってくださる場合、または最新の配信を見逃したくない場合は、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。私の X もフォローしていただけると動画やイベントの予告なども見ることができます。ではまた次の動画でお会いしましょう。